その川の名はね、その川は琥珀川。あなたの名前は琥珀川。ビル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 ビカビル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 バシバシバシバラ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 。うわ。千尋、ありがとう。私の本当の名はにぎはやみ琥珀主。にぎはやみ？にぎはやみ琥珀主。はい。あ、パフュームの、私パフュームがすごい好きで、もう2009年ぐらいから、PTA にも入ってて、パフュームのファンクラブにも。で、パフュームの曲をすごい好きで、一人じゃない、その、イントロクイズとかしたいなと思ったけど、今人とも会えないし、こう、一緒にできる人もいないから、自分一人でやろうと思って、やります。こうやって、見えるかな。これ全部一人でやるから、だから Perfume の曲のシャッフルを一人でしようと思って。やりまーす。はい。はい、クリンクリン。止まれへん。何？違う。そういうつもりじゃない。違う。Perfume どこ行った？いた。でもこれ一人、止められへんのよな。一人で。スタートボタン。あ、うるさい。行きまーす。振り返るといるよ。はい。これ正解。はい。次。Can't stop here. 不自然ながある。パーフェクトスター、パーフェクトスタイル。そう。で、全然どうでもいいけど、このパーフェクトスター、パーフェクトスタイルって曲も、Perfumeが、初めて出したアルバムがベストやって、で、なんかファンの人たちも、解散すんの？みたいな。アイドルがベストを出して、それまでに出た曲のまとめみたいなやつやったから、ファンの人も心配して、で、アイドルって大体そういうベストを出したら、みたいな、こう、一旦集大成みたいなまとめるっていうことはなんか他の意味があんの？みたいな、不安になるものやから、ベストっていうのは。だからそれでファンの人も、大丈夫？みたいな、ざわざわ、みたいな。そしたらそれが Perfume 本人にも伝わって、Perfume 本人はそういうのはなかったらしいねんけど、そういうベスト。出して解散とか、Perfume本人は別に何も気にせずに普通にアルバムベスト出してっていう感じやったけど、ファンがざわついたから本人たちもビビってみたいな。で、中でのこのパーフェクトスター、パーフェクトスタイルっていう曲は、安高さんが Perfume に向けて書いたのかなっていうイメージやったけど、どうなんやろ。次、スプリングオブライフのアルバムミックスレベル3ね。次、無限未来ね、PV が好き。田中裕介監督。次。スタートアップ。フューチャーポップのアルバムの1曲目。スタートアップ。はい、正解。フューチャーポップのね、この、アルバムのツアーも海外で行って、日本では行けなかったから、アメリカで行って、シアトル行って、ロサンゼルス行って、すごい楽しかったけど、その Perfume 本人はシアトルに初めて来たライブやってんけど、ファンも現地シアトルにいっぱいいるし、自分の友達、あ、一緒に行こうみたいな、今度シアトルに来たらっつって、で、一緒に行ったけど、 Perfume 本人がそのインタビューしてる動画とか見てたら、 Perfume 本人はそのシアトルのことはもう一切覚えてないっていうか、トロントとか行ったよねみたいな、そのサンノゼとかサクラメントは行ってないか、なんかロサンゼルス行ったねとかいろんな話してるけど、シアトルの話は一切出てこない。次。あ、見ちゃった。1ミリ。見てもうた。次。ナイトフライト。ナイトフライト、ライブで見たことないな。自分が行ったことがあるライブが JPN。ちゃうわ。JPN が最初ではないか。Perfume のファンクラブツアーが一番最初。ZEP 大阪やったかな？が一番最初で。で、次が JPN。その次、東京ドームかな？東京ドームじゃないわ。レベル3。JPN の次。そっか。レベル3か。で、その次に海外行って、ワールドツアー、セカンド。じゃあ、セカンドがヨーロッパか。サードか。ワールドツアー、サード行って、で、次、コズミック行って、で、その次がフューチャーポップか。だからその
もうほとんど海外でしか行ってない。あとファンクラブツアーもあったわ、大阪のやつ。以上。次、前からね、前から、カッコカッコカッコ、あれをあのあれアメリカとかでライブやってた時にカッコカッコカッコとかもうなんて言うんやろうと思ったら、カッコカッコカッコってもそのまま言ってて、いや伝わらんやろうと思って。次、スプリングオブライフ、冷たい、心のスポーツ、エブリデイ、イフィーワナ、東京ガール、イミテーションワールドやね、イミテーションワールド。これ初めてイミテーションワールドが音源化されて、それまではずっとイミテーションワールドっていうのはライブでしかやってなくって、しかもそれも2006年ぐらいまでか、そのポリリズム前ぐらい、ポリリズムあたりまではライブでもやってたけど、それ以降はそのメジャーのアルバムゲームとかトライアングルとか、そういうそっからはもう一切やらなくなって、イミテーションワールドとあとカウンターアトラクションっていう曲もやらなくなって、でスタートレインで Perfume 10周年やったかなの時に、その安高さんがもう一回アレンジして発表されることになって、だからカウンターアトラクションはまだされてなくて、ライブの何やったっけな、ビタースイートがシングルやったからビターかのアルバム3体いっぱい読んじゃいましたのは、ライブの時にはやってたから、それは DVD に映像として残ってるから見れるけど、イミテーションワールドも入ってるし、そっちのアレンジの方が好きやって、だからもう一回ねやってほしいし、あと全然関係ないけど、ラブフールっていうラーミラーミっていうあのペプシの CM になってた曲もすごい好きやったけど、まだ音源化されてないし、で安高さんももうあれはあれでいいし、もうフルを作る気はないみたいな、過去の曲をリメイクとかするのは安高さん好きじゃないらしくって、全然やってくれなくって、お蔵入りっていうか、うん、まあ、あの CM のだけの曲って感じ、すごい好きやから聞きたいねんけどね、無理でしょう。次、パーティーメーカー、デゲ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 、あのレベル3の動くやつ、再生、なんかゾンビ、あれコンピューター指示じゃなくて、エレクトロワールや。はい。これ一人でやって何が面白いんやろ。フェイクイット。間違えた。あ。シークレットシークレット今の1ミリ。レーザービームシングルバージョン。でん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 。起こせ、ミラクルワーカー。てんてけててて、コミュニケーション。コミュニケーションもね、スプリングオブライフのカップリングで、JPN のライブで、武道館公演やったかなの時ぐらいにやってて、そのスプリングオブライフ新曲の時に、あの、ビカビカ衣装と一緒にやってたけど、それ以降やってないし、コマーシャルで踊ってたぐらい、ピュレ組の。もうだからあれ以降やってないよね。ゆかさんのこれがすごい可愛いから見たいねんけど、もう見れないやつ。次、今何もやったんやろ。モノクロームエフェクト。おい正解。モノクロームエフェクトはな、見たことないからな、ライブで見てみたい。まあでもその時16、15、16ぐらいか。今はもうやらんか。次、スペンディングオールマイタイムのアルバムミックスレベル3の、はい、うん、はい、東京ガール。これ見えてんのかな、見えてない、こうか、ポイント、おい、
無限未来。前から。これアルバムかぶりとかあるから。スイートリフレイン。スイートリフレインもね、フルでやったことないんよね。ライブとかで。なんかメドレーとかの一部。でれれれれれれれみたいな、そっからみたいなのもあるし、一番だけとかもあるし、テレビでも一番とかはやってたけど、フルでやってんのは見たことないはず。やったことはあんのかな、どっかでやったことあるって言ってたけど、どこやったか忘れた。フルでもう一回見たいな、はい、見てもた。プラスチックスマイル、これ見えてる？これ一人でこうやって腕回して、こうやってパソコンでやってるから。いきます。ピックミーアップ。ピックミーアップの PV もすごい好きで、児玉雄一監督が作ったやつで、すごい壮大で、何やったかな、26時間ぐらいかかったって言ってたんかな。自分も映像やってるから、すごい細かいセットチェンジとかも大変やし、いやでも完成形見たらすごいね、かっこいい PV やなと思いました。